2回目を狙っている、今 JTB の中でも、トップ3に入るでしょう、実力者谷合隆志プロです。そして、隣にいるのはなんと明日誕生日です。誕生日、そして横田基地を、工藤隆志を合わせて、この横田ボーリング場を皆さんの知名度を上げる、チームとしても言っておかしくないブライアン・グリーンウッドです。そして23番、24番メンバー、この6人の唯一の女子、スピードのメンバーです。そして25番、26番目は、なんとこの大会が出てるときは必ず参加していただいている、今、海外でも、いたり活躍したり、日本のトッププロの中の、中に入ってもおかしくない、藤井信彦プロです。承認大会とか、優勝したことなかったので、本当に嬉しいです。